ホーム、ハウスのシリーズです。このシリーズはね、たくさん覚えると、まあ、例えばホームステイとかね、ちょっとしたお家の招待されてお家に行った場合に、家のねパーツとか部屋とか分かるようになるので、とても便利だと思います。ぜひ覚えていきましょう。 OK, let's go. First, look, listen, and concentrate. Window upstairs, attic, garden, driveway, gate, chimney, downstairs, fence, fireplace, roof, flower garden. OK, one more time. Window upstairs, attic, garden, driveway, gate, chimney, downstairs, fence, fireplace, roof, flower garden. OK, そんなに多くないのでね。じゃあ、repeat after me. Let's practice. 続けて、ティッシュビデオの後に、repeat しましょう。Window, upstairs, attic, garden, driveway, gate, chimney, downstairs, fence, fireplace, roof, flower garden. OK, one more time. もう一回いきましょう。Window, upstairs, attic, garden,Driveway, gate, chimney, downstairs, fence, fireplace, roof, flower garden. Okay? このシリーズでね、特に覚えてもらいたいっていうのは、この upstairs ってね、upstairs、まあ、2階とか上の方、上にいるよっていうね、そういう時に使います。でこの attic っていうのは、ちょっとね、上にっていうよりかは、ロフトっていうのかな。ちょうど、だから、まあ、この絵が、絵に描いてるように、屋根と、その天井の間ですかね。まあ、結構、こういうところ、今の日本の住宅でもあると思うんですけど、まあ、隠れ場所っていうか、物置だったりする場合もあるんですけど、こういうところを attic と言うそうです。で、このガーデンですね。ドライブウェイはドライブね。ここはだから駐車場に行く道、ドライブウェイ、ね、という感じですね。で、ゲイツはゲート、チムニーは、煙突。ダウンステアーズね。さっきのアップステアーズに対してダウンステアーズ。上にいるときに、Where's daddy? お父さん、パパどこにいるの?ダウンステアーズって2階にいるときに、ダウンステアーズって言うと下にいるよっていうね、そういう言い方をダウンステアーズと言います。フェンスはそのままフェンスね。ファープレイスは、暖炉ですね。ルーフは屋根。フラワーガーデンはその通りですね。ガーデンね。花のガーデン。まあ、花壇っていうんですかね。OK? はい、じゃあ、I'm going to show you one more time. Okay, the flashcards in very high speed. And after, let's give you the quiz to finish this lesson. このシリーズを最後もう一回ね、2回回して、クイズ出して終わりにしたいと思います。OK? Let's go. Window upstairs, attic, garden, driveway, gate, chimney, downstairs, fence, fireplace, roof, flower, garden. One more time. Let's go. Window upstairs, attic, garden, driveway, gate, chimney, downstairs, fence, fireplace, roof, flower, garden. OK? じゃあこれは何でしょうか?上の方を指しているので、up、upstairs になります。さらに、屋根とね、天井裏の間を、attic、attic と言います。じゃあ、煙突は何て言うんでしょうか。ね、chimney、chimney。OK? じゃあ、暖炉は何て言うんでしょう。これはね、火の場所と覚えればいいですね。fire to place。組み合わせで fireplace。Okay? でよくね、日本語でもルーフ、ルーフって、ルーフィングとかね、屋根をつけるときにね、屋根材っていうんですかね、ルーフィング、ルーフィングとかっていう言い方をすると思うんですけど、まあ、当然英語から来てます。roof、roof。Okay? これはね、覚えるとね、本当に特にホームステイとかね、どこにいるのって、Where's Bob? Bob is in the garden とか、He's in front of the fireplace とか、暖炉の前にいるよとか、ね、場所を覚えるとね、すぐに言えると気持ちいいですよね。ぜひ覚えていきましょう。